キングプリンスの魔法の舞台、ファンとの共鳴が紡ぐ感動の旅。1月20日の興奮が冷めやらぬ中、キングプリンスの YouTube チャンネルは、彼らの最新ライブツアーからの貴重な瞬間を切り取った5分36秒の動画を投稿しました。動画は、キングプリンスライブツアー2023、チルダピースーダイジェストと題され、ファンの心をわしづかみにしました。 1>, 1日で再生回数2億3307万7000回、コメント1591件、そして2万5000件のいいねを獲得し、その圧倒的な人気が示されました。このライブは単なる音楽の演奏に止まらず、ファンとの深い結びつきを形成していった瞬間の数々でした。ファンからのコメントには、感謝、感動、そして愛が溢れています。 一人のファンが語るように、初めての二人でのツアーだったので、全力で応援したかったのですが、完全に置いてきぼりにされてしまいました。残念でしたが、皆さんの報告通り素晴らしいライブだったと言えます。キングプリンスの新たな魅力に触れたファンも多く、二人とも物足りなさは全くなく、むしろキングプリンスの新しい形を見せてくれた感動のライブでした。ディスク化楽しみにしてますとのコメントが寄せられました。ファンたちは、 グループが進化し続け、新たな表現を試みていることに胸を躍らせているようです。感動的な瞬間が詰まったライブに参加したファンたちは、その感激をコメントで分かち合っています。私もツアーに参加していたのですが、オープニングでお二人が登場した瞬間、泣きそうになりました。こうしてキンプリの曲を残してくれて本当にありがとう。と、彼らの音楽が生み出す感動に満ちた瞬間に感謝の気持ちを表明しています。 ファンのコミュニティは、キングプリンスの音楽が提供するだけでなく、二人のパフォーマンスやその背後に潜む愛に触れることで、さらなる豊かな体験を共有しています。いつファンがコメントするように、二人の透き通った声、ティアラメンバーの完成、一生懸命踊る銀手、そしてイントロの面白さ、この動画を見ているだけで泣きそうになります。やっぱりこの二人の愛は本当に大きくて深いですね。キングプリンスの存在が、 ファンにとってだけでなく、チーム自体にとっても素晴らしいものとなっています。ファンにとっても、チームキンプリにとっても素晴らしい空間だった。歌って踊って最高のライブパフォーマンス。キンプリが大好きです。歌は愛にあふれて輝き続けますと、ライブの魅力を力強く表現しています。そして、これだけでなく、ライブの舞台裏や二人の個性に焦点を当てたコメントも多く見受けられます。この曲は二人になってから書いたのかな どれだけの人がお互いの目を見て、話し、確認し、愛、共に進んできたかを思うと、温かい気持ちになります。といったコメントからは、ファンがグループの進化や変化に共感し、その深いつながりに感動していることが伺えます。キング、プリンスは、ファンとの絆を強化するだけでなく、社会的な影響も与えています。ファンたちは、ライブを通じて感じた感動を通して、 普段触れることのない多様性や豊かさを発見しています。グループが提供する最高に素晴らしいステージは音楽だけでなく心の中に芽生える愛や感謝の気持ちを育んでいます。最後にファンたちはキングプリンスの未来への期待を込めてコメントしています。キングプリンスになることを決めて歌い続けて歌を繋いでくれたことに本当に感謝しています。あなたはベストを尽くしました。 そして私はいつもあなたを応援します。キングプリンスは明るくかっこよく輝いてます。私をここに残してくれて、続けてくれて、今でも安心して見ていられる幸せを与えてくれてありがとう。これからの100年もよろしくお願いします。と、ファンの愛とサポートが彼らに寄せられています。